こんにちは皆さん、今日は私のアクセサリーのお話をしようと思います。なんでアクセサリーのお話をしようかっていうとですね、インスタグラムでもフェイス、インスタグラムでも YouTube でも結構頻繁に同じ質問させられるんですよ。私のアクセサリーのことで、嬉しいことに私のアクセサリーが可愛いって思ってくれてる方が多いらしいので、その一人一人の方にどこどこで買いました、どこで買いましたっていうよりか、もう一気にバサッとビデオを作っちゃった方が簡単なのでお答えするのがこっちも簡単だから、だからそのビデオを作ろうと思います今日ね。で、普段それですごい言われるのがネックレスと私の指輪なのよ、これなのね。で、まずネックレスの話なんだけど、このじゃあ上からいきますよ。この一番上のは数年前に買ったんですよ。2年ぐらい前だったかな、に買ったんだけど、ちなみにつけてるのは全部10金か14金です。で、だからお風呂もいつも一緒に入ってんのね。で、まず一番上は2年ぐらい前に買ったんだけど、自分で買いました。どこで買ったかっていうと、日本のアマゾンで買ったんですよ。で、ちょっとね、会社がポコって出てこないんだけど、リンク下に貼っておきますね。あと詳細も書いておきますね。そう、多分ダイヤだったと思うんだよ、忘れちゃったけどさ、このダイヤの形がすごい可愛いなと思ってそれで買いました。すごい重ね付けしやすいデザインで。で、この次のは、これはね、あんまり気分によってつけたりつけなかったりって感じなんだけど、これは、自分が昔服屋さんで働いてた時に、そこで服屋さんは10金とか14金のアクセサリーも取り扱ってたところで、そこで働いてた間、ほんと狂ったようにアクセサリーそこで買ったんですよ。シャワリも効いたし、天引きもできたから、だからそこで買ったんだけど、私ね、蝶々好きなんですよ。私ね、女の子っぽいの好きなのね。蝶々とかお化粧とかスカートとかピンクとか、そう、女の子っぽいのすごい好きなの。髪型が美川憲一って思ってる人、髪型は男の子っぽいけどねって思ってる人、そう、女の子っぽいのが好きなので、蝶々が好きなので、知ってる方いると思うけど、私の背中に蝶々のタトゥー入ってるじゃない、ちょっと好きなのよ。だからそれでその時買ったの、その、これは。だからもう本当ね、自分が20歳の時に買ったやつ。だからもう10年以上前のものです。で、その次のは、これもね、私、これの色の他に、クリアと、あと、ブラックに近いんだけど、あれはブラックじゃないんだよね。なんかすごい赤が、赤と黒の間みたいな感じ。だけど、ちょっと一瞬すごい黒く見えるんだけど、石で、これはちなみに、このヘッドは、10金とか14金ではないです。で、これどこで買ったかっていうとね、普通のニュージャージーの、ブティックストアに行った時に、このヘッドだけがさ、こうゴロゴロゴロって売られてて、1個ね、いくらだったかな、7ドルとかそんな感じだったと思うんだけど、それで3つ買ったの。そう、だからこれだけは、その本物の金とかではないですけど、色が可愛いから気に入ってつけてます。で、その次のが、これはね、インスタグラムでお話ししたことがあるんだけど、自分の子供たちの名前のプレートです。で、これすごい質問を受けるんですね。で、私もすごい好きで毎日つけてるんだけど、フローレンスとキャメロンの名前が縦に彫られてるプレートです。で、これは、フローレンスが生まれた時に作ったんですね。で、作ったところはアメリカのアマゾンで買ったの。アメリカのアマゾンで買ったのよ。で、名前をオーダーして、オーダーして、で、届いたんだけど、そう、この先、フローレンスに行った時に、この先も子供が増えるんであれば、横のプレートより縦の方が、重ねてつけられるなと思って、それで縦のやつにしたのね。そう、で、今3人目妊娠してるから、この子が生まれたらその子のものつけようかなと思ってます。はい。で、そう、これも下にリンク貼っておきますね。そう、で、このチェーンとかはこう何年も通してなんか買って揃えたものです。長さも一応じゃあこうやって上から書いていこうか。
したら重ね付けできるもんね。でそしたら分かりやすいもんね。ちなみに今日のビデオ提供とかそういうんじゃないからね、全部あの提供とかじゃなくって自分で買ったやつをただお話ししてるだけなんで OK? で最後にこの指輪なんだけど、この指輪ね、質問で聞かれると、え、なんか私的になんか正直あの自分の旦那があのくれた婚約指輪と結婚指輪なんだけど、あのくれたのがなんせうちの旦那が二十歳の時だったんで、私その時21だよね、だったから、あのまあ旦那もほら若い若いあの海軍だったわけですよ、アメリカの海軍ね、全然お金のない若いセーラーだったから、あのそんなものすごい超大きい結婚指輪とかもちろん買えなかったのね。だからその中で頑張って買ってくれたものっていう感じだから、まあすごいあの気持ちがこもってるんだけど、あの多分ね皆さんがどうなってんのこの指輪って思ってんのがさ、こういう風になるのよ。でこれが婚約指輪としてもらったもので、でこっちがウェディングバンドって言ったりとか、ウェディングバンドだよね、うん、そうウェディングバンドっていうものなんだけどさ、こう後ろがつながってるのね。でこの間にこの婚約指輪を挟んで、でこうセットでつけるものなんですよ。だからこれを多分皆さん気になって、あのこう例えばここが分かれてるのかなとかさ、多分それで質問してくれると思う、質問してくれてると思うんだけど、そうでどこで買ったかとかも聞かれるんだけどさ、うちの旦那がこれ買ってくれたのは両方とも、横須賀の海軍基地あるんですよ、ググれば分かると思うんだけど、そこの宝石屋さんで買ってくれました。そうだからそんなにこうどこどこのブランドのどこどこのとかそういうんじゃなくって、本当にただの宝石屋さん、基地の中の宝石屋さんで買ってくれたっていうやつです。でも今なんていうのかな、重ね付けして可愛いやついっぱい出てると思うから、これ結構まあもうほんとそれこそ10年前のやつだからね、10年前のデザインだから、もっと結婚指輪可愛いの今の時代いっぱい出てると思うけど、まあ一応皆さん質問してくれるので、はい、お話ししておこうと思います。ちなみにね、このなんだっけ、ウェディングバンドっていうのタイプさ、ちょっとなと思うのがね、後ろがさこうなってるじゃない、後ろがこうなってるから、なんか例えば固形の石鹸とかを使う時とかに挟まるのよ、ここに挟まったりとかするの、それがちょっとやだなっていう感じでもそれ以外は全然 OK です。はい、そんな感じでした。疑問が解けた方いたら嬉しいです。 OK、 じゃあまた次のビデオでね、なんか電池が切れるって言ってるから、バイ。 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and